さあ、世界一のマイラーを決める90秒のドラマが極東の舞台で繰り広げられます。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、先頭に立ったのはサイドメサイア12番ムーンサティール、ドーニアプローチがその後ろ8番ソビエトスター、そして5番手にキャンボードクリフスであります。その外ポエッツボイス、内を通りまして3番ロックオブジブラルタル、そしてその後ろから7番エレクトロニカユニコーン、それからハットトリック1番ゴールデンチャオ、外を通ってバブルフォルトナ、一番後ろにフェアリーキングプローン。流れるようにレースが展開されています。サイドメサイアがレースを引っ張るようになりました。その後ろ3馬身くらいあってムーンパティール、ドーニアプローチがそのうちにいます。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。先頭行くのは6番サイドメサイア、さあ先頭はサイドメサイアが4馬身リード、ゴールデンチャオ三冠馬の意地を見せてくれ、外から懸命にムータティール、一発二発とムチが飛んでサイドメサイアが先頭だ、ロックオブジブラルタルが2番手、白い帽子ゴールデンチャオ先頭だ、ゴールデンチャオ1着、1番人気に見事応えました。